さあ、じゃあここを駅たくさん置けるような感じにしようか。ここかな、鉄は。またこんなか、なんかまたこの斜めにこうえぐってくる感じの駅になりそうだな。こう？こう？まあこうだろうな、結局な。なんか見たぞ、どっかでこの形。これでいきます。で、信号。あれ？右側だからいいんだっけ？こう？こう、こう？と、ここも置いとかないとダメなんだよね。まあ、これね、こんだけ広さがあれば、ウランとかも置けたりするんで、ウラン駅とかも置けるようになったりするんでいいんじゃないかね。ステーションターミナル的な感じ？そういう言い方すんのかな？いろんな駅がたくさん置けます。んー、いいかな。ちょっとじゃあ駅を置いてみて、乗せ口いけるね。これで、うん、これだとこのでっかいのをこっちが右側に入れて、上の2つちっちゃいのを左側から入れるっていうやり方でいける。よし、じゃあやるぞ。ここの信号だ。こっち置いたね。置いた置いた。じゃあ、サックツキ。サックツキじゃない、採掘機。サックツと採掘って何だろうね。何が違う、何が違うっつうか、何だろう。採掘？発掘？発掘はなんかあの、遺跡をやる感じ？採掘と掘削か。掘削と採掘何が違うんだろうな。一個では収まらない。こうなります。はい、いらない、いらない。向こうから来るから、つなげる、こうかな。離れすぎたか。こう、こう、こう。で、あとはこっちから来る感じ。うん。どうしようかな。2回レールを渡るのもなんかバカだよね。こう？こうして。ここってもう列車通ってくる可能性あんだっけ？なんかそこら辺がちょっといまいち曖昧な感じだけど。まあちょっと線路沿いにベルトを通す感じ？はい。で、これは一個で収まる？収まるね。こう。で、大型を置きまして、曲げまして、つなげます。できました。これで左側、駅の左側 OK。ちょっともう置いとこうか。機関車。貨物車両。燃料も入れておく。はい。さて、あとこっちだ。でっけえな、これ。ちょっとひよこに見えるっていうのはダメですかね。ひよこ。まあ、見ようと思えば何にも見えるか。さあ、相変わらず、どう置いていけばいいのか。こうか。1マス開け、2マス開け、どっちがいいんだろうね、こういうのね。1マス開けで1マスにしたんです。置き直し1マス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 
まあなんとかなんとかなるだろう。こうこう置きすぎ感がすごい。こうこれぴったり入ってんだな。行きすぎ感がすごい。うん、こうなりまして、こうなりましてだんだんつながっていく感じ。これなんか変だな。あ、でもしかもここじゃん、つながるべきは。これって地下ベルトでこう レール2つ越えたりできるのかな。いや、いけねえな、残念。こうです。いやー、どうしよう。1,2,3,4,5,6 本出てんだ。まあ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 、うん、どうしようね。で、ここがこうなって、こうなって、ここでまた混ぜまして、で、こっち側から混ぜまして、うん、どうしようね。伸ばして混ぜまして伸ばして、ここで混ぜると、まあいいんじゃないかい。こんなもんでしょうか。頭いらないのを外せば、これか、完了。はい、うん、なんか資源混ざってないとすごく平穏、気が楽。そういえばこっちどうなった。特に変わりないですね。バイタさん、なんか生殖能力が失われちゃった。元気してる。じゃれついてくるんじゃないよ。なんだろう、ちょっとダメージを与えるとこう生存本能がこう発揮されて巣を作ったりとか、そういうそんなんねえか。あー、どうなんでしょうね。もうちょっと、なっげーな。ほーほーすごい曲がってくる。完全追尾弾だよ。よし、じゃあどうだろう、満タンになったかな。これなんだっけ、俺駅名考えたんだっけ。考えてないよ。どうしよう、ここ何、そうか、東京上でしょ。よし、エキスパートタイムです。はい、ということで、そうか、ここ東京、ここまあ新木場とかがあって、ここはまあ亀有かな。距離的には千葉だけども、亀有にしようかな。亀有で行きます。はい、で亀有から巣鴨だっけ。亀有アイアンイン決定で、これを乗ってからでしょ。乗ってアイアン亀有から菅もに行きます。レッツゴー。さあ、また長い長い旅が。これはまあどうなんだ、その前回のようなまた採掘場に戻るために一周するなんて愚かなことにはならないはずなんだけど。森の中を通ります。ここの合流も結構無茶だよね。これやばい、列車追いつきそうじゃん。あれ、今んとこまだ渋滞は起きてない。もうこれから列車吹いてきたらなんか渋滞が起こるかもしんないね。巣鴨に到着。さあ、鉄、これでなんか無駄な駅なくなっ
たと思ったけど、なんか来てないのあんな。ここなんだ？これは王子の2、常盤台ってどうなの？常盤台、これか。常盤台のアイアン。鉄鉱石、いや、あるっぽいけどね、まだ。あ、こっちねえわ。あ、こっちもほとんどねえわ。常盤台がそろそろなくなりそう。どうしようかな。次の鉄鉱石、これ押さえた方がいいんだろうか。ここ。まあ、2箇所あるから、ここに駅作っとくか、やるか。やろう。じゃあですね、まず駅作っとこう。これまたパイプ定規いるぞ。しょうがないな。これで、これを使い、こう。これを置き、こう。で、もう一個置いとこうか。こう。こうか。さらにもう一個いっちゃおうかな。もう、駅はいくらあってもいいかもしれん。なんていう言葉を信用していいんだろうか。もう一個いっちゃおうかな。さあ、どうだ。こう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 。これが足んねえのか。伸ばして。ここのソーラーパネル結局外すことになりそうだね。電柱が邪魔。横にずらす。置いて、つなげます。この位置、あと2個、こう、もう1個、はい、あと1個、こう、長い。長いけど。ぴったり。以上かな？いいんじゃないか？これはそのうち駅の数逃げていくかもな。まあ、それはそれで。まあ、東京駅なんかはな、なんか20番線ぐらいまであるよね。ちょっとあんま数えたことないっつうか。なんだっけ？普通に行くと12番線とかだっけ？何駅が多いんでしょうね、一番。東京がやっぱ一番多いのかね。うん。ていうか、ここ通らなくなるかもな、これ。この、ここも混ぜることになるかもしんないな、これ。4列？そうか、それを考えてなかったな。そうか、そうか。まあまあ、これは後で考えるか。あれ、ここ信号足んなくね、今更だけど。ギリ事故は起きてない感じ。で、今回置いたやつ全部置かないとね。こう、こう、残っている。こう、いいかな。さあ、じゃあまた駅を置いて、これ出し口、まあ、届くのかな。邪魔な気がするけど、置いちゃうか。バーッとまとめてやってしまえばいいのだ。下ろし口、曲がってるやつ、これだ。置いちゃう、置いちゃえ。ずれたずれた。あー、これ違う、これ違うよ。ほい、
さて、大型が置けなかった？あ、いや、いいのか。こうな。もともと大型は設定してなかったのか。で、ここはたまたまここにあったのか。これ邪魔だな。こう。あら。高速インサーターが足りてなかったのか。珍しいな。大型。こうね。で、これはなんだ？中型が置けてないのか。ここ？届いてないね。こっちか。ランプは置ける？こうかな？ああ、まあいいでしょう。はい。では、駅名を。まあ、王子をどんどん拡張かな。3。なんだこれ、マトロックス FX1 とか。人の名前じゃなくなってきたね。4。5。6。なんだ、長っ。7。7まで来ました。0からだからこれで8駅か。であと巣鴨があるから全部で9駅。すごいですね。はい。うん、いいんでないだろうか。で、駅できたんで、さっきの東の領域の石を確保しましょう。こっちほとんど来なくなったね。さすがにもうなくなった？いや、ちょっとあんのか。もう1台しか動いてないや。悲しいの。こうか。さあ、じゃあ東の駅を置こう。まあ、ここだよね。こういう駅行きましょう。これ置く意味ないかな。まあ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 、なくはないか。石炭どうなった？そういえばこれはまあ500個あって、貯蔵の中に 364K ってなんか全然減った気がしないね、これね。しょうがないね。あ、そういえば、あれはどうなった？ウラン。そろそろ3セット目、4セット目置けるぐらい溜まったんじゃない？こういういいやつ。ほとんど石炭じゃねえか。はぁ。まずいね、これ。足しとく？ほとんど石炭ですよ、これ。さあ、ウラン。ちょっと見なかったことにしよう、これは。ウランは、あ、鉱石がもうない。そっかそっかそっか。こっちどうなった？いや、なくなったわけ。あ、ここ動いてないね。あれ、これも動いてないね。なんでだ？あれ？ああ、なるほど。ここの2つが枯渇して、このパイプ付きの採掘機じゃなくなったから、パイプがなくなったん、つながりが解けたんだこれ。ああ、やらしい。これはちょっと言わせてもらおう。やらしい。ということは、取ってつなげなき、あ、ちょっと待って、これあ、取ったよ。取ったけど、これなんだこれ。あ、よかった、貯蔵置いといて。とりあえず入れてくれたわけだね。で、パイプを貯蔵に入れとけよかったね。これ今独立してるよね、確かね。これがだよね。物流は独立してるから。あれ、物流は独立してるけど、
建造は範囲内に入ってるから物は置きに行ってくれんのかね。そこ俺仕様よくわかんない。多分でもなんかあの黄色い線がつながってないと多分ダメだよね。これだからつなげないとダメだよね。いやーまいったまいった。行こう、やっぱ行った方がいいな。これはさすがにダメでしょう。あでもちょっと実験的にその黄色い線がつながっていない場合でもロボットは行ってくれるのかという実験。あ、ちょっとこれ先取って、これいらないのか。こう行ってこう、ここまで行っていいのか。これもいらん。でパイプがこう行けんだよね。あそうか、外したやつが貯蔵に入ってそれをまた置き直すっていうはい、行く必要なくなりました。動いてるね。あこれはこれはなくなったから動いていないんだよね。だけどこれはパイプになったままだ。あれこっちなんでダメだったんだろうね。なんだろう、ちょっと石炭を掘削してたとかそういうやつ。単純に掘削が止まればそのままの状態で維持するけど、ウランを掘り切った後に石炭だけを掘るようになったから通常の掘削機に戻ったとかそういう感じでしょうか。ここもないじゃん。まあ下手にいじる必要もないでしょう。ほうってことちょっとウラン、あそうそう、だからいくつ溜まったかって話。結果あるんじゃないこれ。83、41、結構入ってる。よし、増やそう。これだ、遠心分離機いくつあんだっけ。あと2個あんのか。じゃあですね、パイプ定規消して、でどうしようか。これ置いた方が早い気がするね。変電所ドン。こう、これワンセットにするか。でもういらないんやな。あ、いや、そういうわけじゃないか。どうなんだっけ。終わったら41個出てくるわけだから、あ、別にいいのか。ここのこれが空でも、これ空でいいんだよね。で、ここに何しようか。40個ありゃいい。あ、ちょっと取りすぎ取りすぎ取りすぎで半分返してもらって、でまたこれ入れりゃいいんだな。で、これ100個読んどく必要ないんだよね。5個ありゃいいの ?5 個?どうやって見るんだっけ?ちょっと待って。そもそもとしての材料が、235が40個の、238が5個でいいわけだ。5個でいいよね、じゃあ。1箇所が取りすぎて10個ぐらいしとく ?1 箇所が取りすぎてもなんか面倒なことに。10、10、10、10でしょ。で作ったウランは今のところ貯蔵に、余ってるのは貯蔵に行ってるはず。これか。あ、全然あるね。あ、全然でもねえな。おーおー、あ、こっち、おー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 、ここもあるじゃん。そうか、呼ぼう。あ、もらおう、ゲット。ほとんど石炭。よしよしよし。じゃあちょっとこのセットまた置こう。遠心分離機が4つ欲しいね。かなりのコストだねこれ。また、まあ、何コンクリートまず400個、
コンクリ400個、鋼が200本、鋼どうしよう、どういうところで取るといいんだこういうの。どっか貯めてたっけ。赤基板、あ、多分足んないな。で、あとなんだっけ、鋼か、鋼、あの箱に入ってるでしょ。鋼と歯車、歯車も箱に入ってるっしょ。ゲット、鋼はここゲット。1,2,3 個作って、あとまたこれか、ゲットゲットゲットと赤基板、赤ゲット。あれ、あとなんだ、あら50か、大変だな結構。いていていて、はい。で、いらないのは全部返す。返す、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 返す。返す。取りすぎちゃった。で、このあれか。埋め立て地も結局貯蔵に行っちゃうからな。まあいいか、しょうがないね。あ、返しちゃった。これはダメ。これをじゃあキャンセルして、コピーしてドン。うん、で、あとはウランを入れればいいと。ゲットゲットして、今処理してっから、これもう全部いらないんだよな。もらっていいんだよな、これもらって、これももらう。で、ここに50個入れて、あと40個欲しい。足んねえか。だよね、動くよね。で、1個余分なのがあるわけだよね。これまあ1個か。そうだよね。あれ？あー、これダメなやつじゃん。アホなことやったね。そうかそうか。ここ箱置いてないから変電所置けたけど、アホだ、すげえアホした。結局これか。はい、いいんじゃない。これだけ足んないね。まあいいでしょう。そろそろ原爆撃ってもいい気がする。でも北の領地を撃つときに取っとこうか。はい、という感じで、ちょっといい時間なんで、こっちやろうと思ったんだけど、まあ本日はこのぐらいでいいんじゃないでしょうか。実際これ今なんだ、シハ320個ぐらい溜まった感じなのかな俺。ウランの鉱石、あ、でもあれか、まだいいのか、薄い方がいっぱいあるからいいのか。早くウラン取んないとまずいなと思ったんだけど、急ぐ必要もないかな。まあね、次こことここにもあるので、まあこれもゲットしつつ、鉄ゲットしつつ、デイビークロケットを作りたいと思います。ということで今回はここまで。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ次回もまたご覧になってください。それではまた。